DJ ハイドはアメリカ合衆国出身のプロレスラー及びプロレスのプロモーター。身長お,およそ194センチメートル、体重お,およそ136キログラム。本名デビット・マークランド。自身が主戦場とするコンバットゾーンレスリングの主催を務めてもいる。デラウェア州のニューアークに生まれ、やがて進んだ地元の高校ではフットボールやレスリングに勤しんだ。 そしてジョン・ダーマーからの訓練を受けた上で2003年から24歳の時にプロレスラーとしてのデビューを行った。やがてコンバットゾーンレスリングのマットを主戦場として活動するようになり2006年になるとそのデスマッチ選手権大会トーナメント・オブ・デスへと初参戦。ジョン・ザンリング、ダニー・ハボック、ドレイク・ヤンガー、JC ・ベイリーというメンツを相手に有志鉄線。 ガラス、蛍光灯、はしご、レモンなどを用いた、デスマッチ軍を戦うも、決勝までには届かず敗退。それから2007年から2008年から2009年と、続けて、トートへの出場を重ねていった。CZW アイアンマン王座を二度にわたって、獲得し、この王座をめぐって、トビークラインとの攻防を繰り広げた2007年に、あっては、 ファストフォワードと題されたトートの番外の大会にも出場。その翌2008年に出場したベストオブザベストではニック・ゲージの保持下にあった CZW 世界ヘビー級王座のダッシュに挑戦するも失敗。自身4度目の参戦となったこの年のトートでも敗退の結果を見たもののインサーン・レーン、ダニー・ハボック、ブレインダメージを相手に行ったバトルロイヤル戦を制し、 これにて、自身3度目となるアイアンマン王座の獲得を果たした。2009年には、わミッドサウスのキング・オブ・ザ・デスマッチ選手権大会に、初出場し、コーポラル・ロビンソンを相手に戦った画鋲を用いた、デスマッチにて1回戦目で敗退。この年のトークにあっては、サムタック・ジャックとのデスマッチ、コンクリートブロックや、ガラスや、蛍光灯などの狂気群が乱舞した1回戦目の、 デスマッチにおいて、複数本の注射器を用いた極めて生産なる攻防戦を展開してみせた。ジョン・ザンディグから引き継ぐ形で、CZW の主催となったのはこの年のことであった。2010年になると第二本プロレスへの参戦のために、日本の地を踏み、横浜を舞台に、その設立15周年を記念する大会に参加。河西淳、ニック・ゲージが復活させた。 CZW ジャパンという連合の一員となった上で沼沢邪気、武田正式高いさを相手に有志鉄製やカミソリを用いたデスマッチを展開した。ありがとうございます。